一面ラインナップ、今週注目を集めた主なニュースはこのようになっています。はい、まあ、今日は水戸さんいらっしゃってますから、はい、もうこれを深掘りしてまいりたいと思います。では参りましょう。深掘りしてみたいニュース、こちら。民主維新年内新党。民主党の前原元代表は12日、自民党に対抗するため年内に民主党を解党し、維新の党と新党を結成すべきだとの考えを岡田代表に伝えました。前原氏は細野政調会長とともに11日夜、維新の党の枝前代表と会談し、野党再編に向けて民主維新両党を解党して新党を結成し、有権者への浸透を急ぐべきだとの認識で一致。枝氏はその後別の場所で岡田氏と会談し、前原細野両氏との協議内容を伝え新党設立を求めましたが、岡田氏はこれを拒否。そして翌日の記者会見でも岡田氏は新党結成に関し否定的な意向を表明し、執行部の一員である細野氏についても不快感を示したということです。まずは民主党解党問題や維新の党分裂騒動を含めた野党再編の動きをまとめましたのでご覧ください。やっぱり戦争法、まあ、僕ら戦争法案って言ってるけど、はい、これやっぱり通っちゃったけど廃止するっていうことで、うん、はい、そういう政府を作ろうと、はい、で野党で選挙協力もやって、はい、安倍政権打倒し、共産党がそう呼びかけました。このまんまですと次の参議院選挙も衆議院選挙も、うん、もう野党なくなっちゃいますよね、はい、それは国民にとって悲劇ですから、うん、やっぱり自公に代わる政権政党を作らなきゃいけないと、うん、はい、みんなで協力して、うん、選挙も望まなくちゃいけませんねと。来年夏の参議院選挙に向け野党連携の必要性が叫ばれる中、野党の候補者調整が難航している。キーとなる民主党は共産党との連携を探る岡田克也代表らに保守系議員が反発。野党第二党の維新は分裂騒動をきっかけに参議院選挙への対応が遅れているという。この分裂騒動の発端は8月14日党の対応が未定の山形市長選挙で、牧沢幹事長が民主共産などが推薦する候補者を独断で応援。松井一郎顧問が柿沢氏の辞任を要求したことをきっかけに執行部との対立が激化した。27日には松井氏と橋本徹最高顧問が党の役職を辞任し、翌日新党結成を表明。新党には大阪系議員十数人が参加すると伝えられた。一方、松野代表らは民主党との合流を目指して協議。分裂は決定的な状況。そんな中、10月30日維新の党は党を除名された大阪側の議員らが党員名簿の返還要求に応じないとして返還を求める訴訟を大阪地裁に起こした。また政党交付金が振り込まれる通帳や届け出印も返還に応じないとして東京地検特捜部に告訴状を提出した。そして今月2日橋本氏を代表とした大阪維新の会が検討。回答を求める大阪側と松野代表ら執行部との交渉は停滞。未だ着地点が見出せていないという。そんな中、民主党前原元代表、細野政調会長、維新の党枝前代表は自民党の一強多弱を打破するため民主維新による新党結成の認識で一致。しかしこれに岡田克也代表は看板の掛け替えではダメだと否定。一方、岡田氏が意欲を示す共産党との選挙協力について前原細野両氏が批判。民主党内の路線対立が再燃していると伝えられた。大きな動きが予想される野党、果たして今後どうなるのか。さあ、注目の野党再編ですけれども、鈴木さん、はい、いかがですか。いや、すごいバチバチな感じなんですね。本当はね、バチバチじゃなくて自民党に対抗するために一つになってほしいところなんですけど。そうですね。維新の党と大阪維新はまたこうくっついたりはしないんですか。まあ、相当長い期間無理だと思いますね。やっぱり基本的に路線が違うので、はい、与党よりか、まあ、野党側に立って、はい、安倍政権にこう対抗勢力として向き合っていくかっていう、はい、この基本的な立ち位置の違いがこのなんていうか分裂の原因になってますから、うん、立ち位置以上に今ね、奈々ちゃんが聞いた人が悪すぎた。なんで
バチバチのきっかけ作った人ですか、ね、ちょっとそんなことない、まあね、ここに、まあ、時系列ありますけど、はい、ほら本当にここがきっかけだったんですか、もうこのきっかけの前に何かくすぶってるものがあったんじゃないですか。まあ、僕は幹事長として通常国会安保法制も含めて、はい、党の国会対応を、まあ、取り仕切ってきましたけれども、まあ、馬場さんって大阪維新の会の方に行った方が国対委員長やってたわけですけれども、はい、やっぱりあらゆる法案、例えば派遣法とかね、こういう法案で、まあ、非常にこう与党が厳しい局面に立った時に、民主党との野党共闘をこう分断して、まあ、自民党公明党を助けると、安倍政権を助けるという方向にこう舵を切ろうとするのがやっぱり大阪組の国会議員だったということは、まあ、否めない事実としてありましたね。安保法制も全く同じような形で、柿田さん今言ったのは意外と正しくてというかですね、実際ここの橋本さんと松井さんは早くも安倍さんの方に行きたいというのがあったんですよ。これは前の選挙の時から自分自身も大阪で出ないとか、あるいはね選挙区のバーターとか、あるいはね安倍さんとなんか近い感じがしましたよね。あとはね、あのトラモンヒルズとかのね高いレストランで一緒に安倍さんとねご飯食べるとか、でこの人たちがやろうとしてたのに、そのきっかけを与えちゃったんですよね。まあ、でもこれはね、いつかはこういう形で、まあ、遅かれ早かれやってくる事態だったと思います、で、まあ、私はもう思うんですけれども、まあ、もう12月になろうとしているような状況で、来年は参議院選挙7月にあると、このまま野党がバラバラで、足の引っ張りやってたらまたその安倍政権のですね、自民党有利ですよね、許してしまうと、この一強多弱の状態をどうやってですね、大きく結集の方向に動かしていくかというのはもう待ったなしの課題なんです、そういう意味ではそれに対して、まあ、異論があるということで、まあ、与党あるいは安倍政権と足並み揃えてやっていこうという方々とどっかで袂を分かたなきゃいけないということは、必ずこの秋にはやってきたことだと思うんです。なるほど、ちょっと遡りますけど、そもそもきっかけとなってしまったここで柿澤さんはなぜ動いたんですか、山形市長選に、これは民主党、まあ、共産党も推薦していた候補者の市長候補に応援に行ったことは事実です、でこの方は、まあ、我々が維新の党として安保法制で対案を作るときに大変お世話になった慶応大学の小林節先生、じゃあ考え方とかは似てる弟子なんですね、でなおかつこの市長候補は防衛省の官僚だった人で、全くその共産党とか左翼とか、そういうタイプの人ではなかったんですよ、でちょうどその市長選挙っていうのは安保法制憲法違反の法案を、成立をストップさせるかられるかどうか、我々の対案で是正できるかどうかっていう山場の時に行われてた選挙なんですね、なんとかこの野党共闘で、候補者市長選挙に当選させて、民意を得たということで、この安保法制これ維新のために当然なると思って国民のためになると思って動いたことが結果きっかけを作っちゃった時には柿澤さん自身はどう思ったんですか、まあ、やばいと思ったんですか、きっかけを与えてしまったっていうか、まあ、その自主投票の選挙で、私が個人の資格で応援に行ったと、まあ、例えば過去の、都知事選挙の時に、石原さんが田母神さんを応援した、あの時日本維新の会の共同代表ですからね、橋本さんが例えば滋賀県知事選挙で自民党公明党が推す候補者の方を応援した、これも自主投票だからいいでしょっていうことだったわけですよ。だから私自身もそんなに問題があるというふうには思ってなかったんですけれども、まあ、これが思わぬ松井知事から猛攻撃を浴びてしまったということですね。でも幹事長もね、それは要は民主党共産党と一緒に候補者を推すなんて許せないっていう、もうそれはだからもう前幹事長、まあその本当に与党か野党かっていう基本的な立ち位置の違いがこの、まあ、ある種内紛になって現れた。要はくすぶってたんですよね、その維新の中でも。私はそう思ってます、幹事長もね、やられっぱなしじゃなくて前幹事長、前幹事長ちゃんと大体お前をつけてます。前幹事長もほらやられっぱなしなくて、見てくださいこれ、橋本代表に向かって共同代表、全部共同代表に向かって、もう嘘や理屈はやめましょう、橋本さんは究極のご都合主義、バチバチですよ、鈴木さんが言ったようにひどいです ね、いや、まあ、日本のために100回やって一時なしとか、私は本当だ日本一頭の悪い国会議員とまで言われたんですからね、それは少しぐらいはちょっと申し上げてもいいじゃないですか、日本じゃないですよ、2位とか3位以下です、いや僕は世界一を目指してます、世界一、これはどういう意味なんですか、橋本氏は究極のご都合主義だという、いやつまり維新の党ってのは決
党の当初から、野党再編を目指していこうと、そのためには党がなくなっても構わないということを橋本さんも枝さんもみんなで合意して、ある種結党の党勢として決めた政党なんですよ。大きな野党を作ろうということの思いだったんですよね。で、政権交代可能な野党を作るということは日本にとってはどうしても必要だと橋本さんその時は言ってたわけです、でそのための行動をこれから起こしていこうっていう矢先に民主党と組むのはけしからんみたいな話になって、で、まあ、私もその、ね、山形市長選挙をめぐってガタガタになったわけですけれども、しかし橋本さんはその時点でも政権交代可能な野党は必要だと、その実現のために頑張ってくださいと、したがって柿沢さんは幹事長を辞める必要はありませんと、私たちは党は終わりませんと橋本さんそうおっしゃってたんですか、はい、そう言ってた、言ってそういうメールを出してきて、まあ一旦は収集ができるかなと思ったら、その翌日に大阪だけで新党を作りますみたいな話になって今に至ってるわけですよ。翌日180度いうこと変えちゃったわけで、なるほど、だから嘘をやめましょうという発言も、そういうことですよ。しかも、そういう筋の通らないことをご自分がやってたこと、やってることが分かってるから、こんな風になったのはあいつらのせいだっつって、私たちのことをもう誹謗中傷というかね、もう悪口の限りを尽くして、アホだバカだ言ってるわけですよ。ちょっとそのメール見せてもらっていいですか。ないです証拠を提出してほしい、まあ、証拠ジャーナリストとしてはね、やっぱり本当にだからこの一連の過程においてですね、橋本さんのやってることはもう法律論を振りかざして、でたらめなイチャモンや言いがかりをつけて、なおかつ都合が悪くなると嘘や悪口で正当化すると、ちょっとね今までの政治家としての橋本さんのイメージを非常に悪くしてると思いますね。なるほどね。僕市長として政治家としての改革の業績は評価しないわけじゃないんですよ、だけど言ったことを言った通りに貫くっていう、そのなんていうの力強さに橋本さんのこう期待があったわけだから、言ったことをコロコロ変えて政治家引退するんじゃなかったのかと、みんな首かしげてますね。確かにね、こんなことやってたらね、もうでも やめる政治家で辞めるって話はちょっとどっか行っちゃってる感じはしますけどね。ただ今ここで争ってるのはよくわかるんですけど理由は、でもね外から見てると結局こうやって訴訟まで今発展しようとしていると、こうなると何かというと単純に党が分かれた時にお金、つまり政党助成金も含めてお金を取り合ってるだけにしか見えないんですよ、まあ、現実にはですね確かに党を離れた方々が維新の看板は返せとか、お金はよこせとか、まあ、言ってきたことは事実ですよ。しかし自分たちが勝手に離党した人たちがですね、金を分けろとかいうことはそもそもおかしな話であって、まあ、それは認められないということをやってきたら、そのあたりをお知らせの後に詳しく解説していただきたいと思います。一面ラインナップまだまだ続きます。